近鉄6431系電車。近鉄6431系電車。近鉄6431系電車とは、近畿日本鉄道、近鉄が1958年、昭和33年に製造した、名古屋線の特急専用電車の総称である。1958年、昭和33年に、初代ビスタカーと呼ばれることになる。 近鉄の特急用車両としては、初の WN ドライブを採用した画期的な、新製の電車である1万系が、大阪線系統に収益したが、当時機間、線路幅が 1435mm の標準基路線であったそれらの線区に対し、機間 1067mm の強気を採用していて、直通運転が不可能であった、名古屋線においてもそれに対応する。 新型特急車を投げ入ることになり、結果製造されたのが、この6431系である。1960年、昭和35年には、名古屋線の改め機と、それによる名古屋大阪、伊勢間の直通運転は予定され、その際に、大阪、名古屋両線共通の標準機関用特急車両が投入されることが、当時すでに決定してたため、あくまでもそれまでの、 つなぎの暫定特急車といった位置づけであり、1万系とは異なり釣りがけ駆動方式の車両で、製造も、制御電動車、主電動機と運転台付きの車両のも6431系2両、制御車、運転台付きの車両の6581系2両の、軽音量が製造されたにとどまった。車体長20.72メートル、車体幅2.74メートルの順調角。 構造軽量車体である。名古屋線に存在した四日市市内などの旧カーブ区間、全光寺カーブ、天理橋カーブなどと、故障が1956年、昭和31年に線形改良で、車体長の制限。それまでは19メートル級が限界であったが、解消されたため、大阪線向けと同様の21メートル級として設計された。 それゆえ座席配置などの基本デザインは、大阪線の2250系に準ずるが、1957年、昭和32年に、南大阪線向け通勤車として製造された6800系で、初採用された 980mm 幅の、主理連式、サッシレス2連窓が応用され、これを7組並べた DD、DD27D1D、乗務員扉 D、 客用扉、戸袋窓という独特のサイドビューとなった。前頭形状は6421系の後期、造備車と同様で、前面窓は H ホーム指示である。ただし、名古屋線の保安上の要請から、前照灯はシールドビームに投下されず、白熱球が一四6421系と同じ高さになるように調整の上で、前面上部中央に搭載された。 冷房装置も6421系や2250系と同系の川崎重工業キロメートルマイナス7、永集中式冷房装置が、区6581系の屋根両端に搭載され、片方、連結面よりをたわみ風洞、蛇腹を介しても6431型への冷気、供給用とする説であった。座席は2250系や6421、 軽と共通仕様のシートピッチ 920mm の転換クロスシート装備でシートラジオ受信機も搭載されていた。なお、連結面寄りの窓1枚分はも6431が、車内販売基地及びラジオ調整室、6581が、洗面所及び便所となっていた。 狂気路線である南大阪線向け通勤車6800系竣行後の設計であるが、6421系に準じて、日立製作所製 AHS-256、BR-28、端子電圧 750V 時定格出力 115kW、定格回転数 736rpm、釣り掛け、 式電動機と MMCH20 バイト電動カム軸式制御機が採用された。これは当時近鉄が標準採用していた WN ドライブは中核をなす WN ついてユニバーサルジョイントの一種の小型化が困難であり、そのスペース確保のためには主電動機を小型化せざるを得なかった。しかし、それでは車輪間隔の狭い狭用車両では MT 一で運用するに十分な出力が得られず特急電車として十分な走行性能を確保するためには6800系同様に75から90キロワット級電動機による全電動車方式を取る必要があったことが一因であった。設計当時名古屋線の改め機計画がすでに発動していたことから名古屋線専用特急車として 狂気向け WN ドライブ車を新規開発するのは、不経済に過ぎ、改め規後一般車に格下げすることを考慮すると、在来車と取扱い同一で根血運用が可能な、吊り掛け駆動車とし、改め機完了までの短い期間に、運用上必要となる最低限の、量数の建造に止めるのが、最善の選択であった。ただし、あまりに斬新な1万系と対応なす名古屋、 専向け新造車として建造されたことから、当時最新のシュリー連式台車が装着されるなど、駆動系以外については、当時の最新技術が投じられおり、特に竣工当時の KD-28 系台車の心動特性の良さが評価されている。なお、本系列は内部線、北税線などの基幹 762mm の路線、近鉄車内では、 特殊狂気線と故障。1964年、昭和39年までは後に、近鉄系列のバス専業会社となる三重交通が運営していた路線で、同年に三重電気鉄道の路線になった後、1965年、昭和40年に、近鉄へ合併の車両を除くと、危機流用ではなく完全に新規に製作したものとしては近鉄で最後に吊りかけ駆動方式を、 採用した車両ある。近鉄名古屋駅伊勢中川駅間の特急で使用を、はじめ、前日したように、伊勢湾台風の復旧と並行する形で、名古屋線の改め機構時が1959年、昭和34年に行われると、台車を交換して、近鉄名古屋駅宇治山田駅間使用駅停車の名4つ特急運用に転用されたが、もともと、つなぎの車両であり、 釣りかけ駆動で、性能的にも後に登場した1100系、1400系、A カー11400系、新ウェスカーなどに劣るものであったことなどから、11400系の本格的増備が行われた1965年、昭和40年には、特急運用から外され、一般車となった。格下げ直後は、特急仕様のままで運行されたが、直ちに三扉化改造。 座席の、全、ロングシート化、便所、洗面所の撤去、冷房装置の撤去とそれに伴う、扇風機とベンチレーターの取り付け工事、台車枕バネの空気バネ金属バネ化が実施され、塗色も当時の一般社標準職であった、マルーンレッド一色に変更された。その後、1969年、昭和44年に、全商灯が、シールドビーム二灯に改められている。 ロングシートは通常の通勤用車両よりも座面奥行きの深いものが設置された。格下げ当初は名古屋線の急行に充当されていたが、やがて準急、普通へと充当されるようになった。1979年、昭和54年には再び狂気台車への取り替え、改造がなされて養老線に転じ、1984年、昭和59年には、 近鉄支線区における形式番号を3桁にする方針から 430K と改版された。その際、区6581.6582については、奈良電気鉄道、奈良電引き継ぎの 680K、区581.582との重複を避けるため区591.592としている。1992年、 平成4年から1994年、平成6年にかけて、養老船の近代化及び冷房化率向上を目的として6 0 0系、6 1 0系、6 2 0系といった南大阪線や名古屋線からの転入者が入船することで置き換えが実施され、本系列は全社廃車解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。